津辺城は、千葉県三部市にあった、日本の城。戦国時代末に築城されたものと考えられているが、築城者は不明である。戦国時代末期の津辺城周辺は、伊達市の勢力下にあり、天正年間には、白松、泉守が城主として入ったと伝わる。作田川と境川の間に伸びる、半島城大地城の、 日吉神社脇の新植国により独立性の高まる、東端部に示しする。上域内部は、主角部として、東側南北に、それぞれ一角及び二角、その西側に三角の、計三つの角が配置されている。また、一角、三角の正方、及び二角の北方に腰四角が設けられている。主格部の三つのク及び三角正方にはオを。 伴う深い空堀りが設けられており、一角の前面には加えて、角から突き出した、マス型状の区画が置かれている。二角のここは、平来りであるが、ここを脇に、L 字状に、空堀りが入り込み、土橋に対して横屋がかかる構造となっている。続く三角には、ここ以降は認められないが、大手道南側の角生端付近に、この字状の空堀りが設けられ、 各内を区画している。四角部の構造は以上の通りであるが、第一製法、暗部を隔てて、日吉神社製法に、津辺屋敷と呼ばれる地名が残り、製法第一条に外角が設けられていたものと考えられている。三角の一部が貯水池建築のため削られ破壊されたが、四角部中心に空堀りがよく、球体を止めている。また、 空堀りほど保存状態は良くないが、一部土塁が残る。ありがとうございます。